こんにちは。 FX をお楽しみ中の皆様、そして勉強中の皆様、今回ですね、舞姫大学のナミさんがですね、FX をやってる途中にちょっとしたトラブルに巻き込まれて、まあいわゆるね、あたふたしてる状態をそのまま克明にレポートしてくださってますんで、まあ皆さんもね、こうなった時に、あ、こういう風な心理状態にみんななっちゃうんだ、ベテランさんでもこういう風に慌てちゃうんだってことをね、踏まえておいていただいて、で、それを前提にですね、これからの FX ライフに織り交ぜていただきたいと思うんですよ。まあ動画の方は動画概要欄に残しておきますけども、ここでね、肝心なことは何かっていうと、エントリーをした時に、実際にターミナルが反応しないことがあるんですよ。ね、こういった専門用語わかんなければちゃんと確認しておいてくださいね。で、ターミナルが反応しない時に、私の場合、慌てて何回もエントリーを繰り返しちゃったっていう過去があるんですよね。まあ、その時は幸い、結果がプラスに働いたんで良かったんですけども、逆にですね、これマイナスに働いちゃった場合っていうのが、困ったことになりますんで、いつものようにエントリーはしたんだけども、あれ反応がおかしいな、とかね。エントリーに反映、ターミナルに反映されてないなって感じた場合は、すぐに取引を中断して、状態をですね、できればスクリーンショットを撮った状態で、XM 証券の担当者の方にメールをしていただきたいんですよ。で、そのメールをして、こんなトラブルが起きましたというふうに報告することによって、後々それによって起きた損失を XM 証券がカバーしてくれる可能性が非常に高いんですよね。でもこの連絡をしないと、それも確認した上で勝手に取引をしたというふうに判断されまして、そこで起きたマイナスっていうのが、まあ基本的にはカバーされないという状態になってきますから。まあですんでね、システム上の不具合かなと思った場合は、これシステム上の不具合じゃないですかっていうふうに一歩打つことをお勧めしたいと思います。今回のトラブル対処法っていうのは、まあ滅多に起きないことではあるんですけどね、それでも数年に一度起きますんで、その際にトレードをしていればこういったことになりますし、していなければあんまり関係ないんですけどね。で、今回は私トレードの方に入っていませんでしたので、ナミさんがね、そういうふうなことが起きて、あ、これは慌てるよねっていうふうに自分の経験から拝察してこうやって動画を撮らせてもらったということでございます。それではね、相場の方にちょっとした動きがありましたので、それも合わせて本日の相場解説に変えさせていただきます。それでは後ほどまた相場解説の方でお会いしましょう。本日は7月20日、時間にして朝4時でございました。相場解説は6時から7時の間に行いますので、これから3時間後ぐらいにまたね、皆さんとお目にかかることになると思います。それでは失礼します。